guys! どうもナムサリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は未来形をやろうと思います。はい、さっきね、手から血が出てると思ったらこのペンでした。はい、ですね、未来形は、未来のことを言うっていうことで、その名の通りなんですけど、現在やりました。で、過去進行形とか過去形もやりました。じゃあ次、未来のことも言えるようになりたいじゃないですか。何々する予定ですとか何々するつもりですっていうことなんですけど、基本的に未来を表すときはですね、2つ方法があります。はい、1つ目がこちら Be going to プラス動詞の原形っていう形なんですね。これはすごくねよく出てくるんですけど、結構ね因果形、現在進行形とごっちゃになりやすいっちゃなりやすいかもしれない。なんでかっていうと Be 動詞プラス動詞の因果形だけど、 Beここがね B 動詞と Going って ing 系みたいな感じだから結構こんがらりやすいかもしれないんですけど、一応Be going to っていうのプラス動詞の原形っていうふうにはもうそのまんま覚えた方がいいです。で、じゃあ例文ですね。 I'm going to study English。 例えば私は英語を勉強する予定ですとするつもりですっていう時に I'm going to っていうふうに言います。で、これをですね、否定文にする時も簡単ですね。今までと同じように、ここの間にですね、I am、ここに not、B 動詞の後に not を入れてあげれば、それでもう否定文になります。そして疑問文もですね、簡単ですね。どうするかというと、B 動詞を先に持ってきますよね。am I って自分のことを聞くのはちょっとおかしいので、are you going?To study で、English っていう感じですね。はい、こんな感じで聞くといいですね。で、ここまで基本がやっぱり昨日までの基本ができてる方であれば結構簡単じゃないかなと思います。では次、2番目が Will です。 Will、初めて聞く人もいるのかなと思うんですけど、 Will も結構使えます。will プラス動詞の原形。will の後。will これね、助動詞って言うんですけど、名前そんなに覚えなくてもいいんですが、will の後はですね、必ず動詞の原形が来ます。そうですね、ほぼほぼそうですね。もう 99% 動詞の原形が will の後は来ますね、大体。例えば、I will kiss him next week とかね。なんかよくわかんない文章ですけど私は来週彼にキスをするつもりですみたいなね感じですね。はい、で、will これを否定形にするとき、否定にするときも簡単です。どこに not を入れるかだと思うんですけど、ここですね。 I will not、 私は来週彼にキスしませんよと。 I will not kiss him next week っていう感じですね。例えばここはですね、実は will not はですね、will not、 これ、省略すると何になるか覚えてますか？ won't って言います。で、ここでね、アリーサのワンポイント講座なんですけど、このね、will not、 won't、 これ毎回ね、初心者に教える時に毎回言ってるんですけど、won't ってさ、 want とさ似てない？発音が want、これですね。want って I want to なんとか、 I want to kiss him とか、彼にキスしたいみたいな、何々したいって意味なんですよ。 want って欲しいとかしたいとかで、 want は will not 否定じゃん。これとこれの発音さ、 want と want、 want と want なんですけど、違うんですけど、自信がないっていうか、ここ聞き間違えられたらかなり大問題になっちゃうじゃん。ニュアンスが全然違っちゃうので、なので私はWill not、 いまだに want ってあんま使わずに、ちゃんと I will not kiss him、 I will not って感じで言うことが多いです。で、初心者の人にも、あんまり省略しない方がいいよっていうふうには言ってますね。ネイティブで話すときに I want、 例えば省略しようと思って I want to kiss him next week って言おうと思ったのが、 I want、 want が発音悪くて want に聞こえちゃったらさ、全然意味違っちゃうじゃんっていうことなので、これ発音はね、かなり自信がある人だったらいいと思うんですけど、やっぱりこう聞き間違えられる可能性があるのであれば、正確にね、 will not って言った方が無難かなっていう感じで、私は will not 使うことの方が多いですね。
はい、じゃあこれの疑問文、疑問文も簡単ですね。疑問文の場合だと Will が始めに来ます。 Will で、まあ Will you にしましょうか。 Will you kiss him next week、 そんな感じですね。 Will you まあこれだけで一回省略して、 next week 省略して、だから Will が先に来て、その後に Will you って主語が来て、で動詞が来てっていう、そのパターンです。だからね、非常に簡単だと思います。ウィルもね、ここまでがウィルで、ここがウィルですね。この2つのパターンです、未来形を表したいときは。でこの be going というとウィル、じゃあ何か違うのかなっていう疑問を持つと思うんですよ。私は思ったことがあるんですけど、で厳密に言うと will っていうのは自分の意思っていう意味もあるので、こっちだと例えばですね、なんだろう、自分の意思で操作できるようなこと、例えば私は何々するつもりだよとかっていう時、明日英語を勉強するつもりだよとか、そういう時は will を使うことが多いです、未来の予定でも。でも例えばどこどこに行くっていうのがもう決まってるとか、なんだろう、スタディもそうだけど、そういう自分の意思とはちょっと違って何々する予定ですっていう時は be going to を使いますが、まあそんなにね、そんなに違いがないので、別にどっち使ってもいっちゃいいと思います、日常会話だとね。ただまあそういったニュアンスの違いがありますよっていうことだけ分かっておけばいいかなと思います。であとですね、プラスこの will なんですけど、 will you っていう言い方もあるんですよ。 will you プラス動詞の原型で何々してくれませんかとか、何々しませんかっていうのもあるんですね。でついでに shall we とか shall I プラス動詞の原型も一緒に覚えておいてほしいなと思って、でこの will you 動詞の原型何々してくれませんか、例えば例文がよく使うのが will you 例えば help me とか、これみんなもうどういう意味かわかるかな。 Will you help me? 私を助けてくれませんかですね、単純に。あと例えば何々しませんかっていう意味もあるので、 Will you 何々してくれませんかみたいな感じですね。 Will you なんとかとか、であとは Shall we だと、例えば、まあ、Shall we dance っていうのが Shall we dance っていうのが一番こう有名な映画のタイトルにもなってるんですけど、ダンス一緒にしましょうよとか、 We が主語だと一緒に何々しませんかっていう、しませんかっていう意味になりますし、 shall I だと何々しましょうかになるね、しませんか、はい、例えば、まあ今言ったような shall we、 これはね本当に、まあ、日常生活で使うことないけどね、 shall we dance とかって言わないしね、一緒に踊りませんかとか、ね、まあ、たまにね、まあ、shall we? 私あそこ行きませんかとか、ご飯食べに行きませんかとかっていう時に shall we とかっていう出だし使うこともあるんですけど、あと shall I っていうのは何々しましょうかっていう意味、私が何々しましょうか、例えば shall I help shall I help your homework とか、あなたのホームワーク宿題を手伝いましょうかみたいな。でも shall I とかあんまり、私の場合 can I とかね、そっち系をよく使うので、まあその can you とか can I とか、あと would you とか、ね、may I とか、そういう系ね結構よく使えるんですけど、それはまたね後々多分出てくると思うので、また後でやろうかな、また後でっていうかそのうちねやるとは思います。でただまあちょっとここで will が出てきたので、それついでにこういう will you っていう表現もありますよと。でこういう時は別に will you help me って、まあ、未来のことを言ってるっちゃ言ってるんですけど、なんだろうな、もうこれで何々してくれませんかっていうフレーズみたいな感じで覚えてます。あと、あえて未来、例えばこれあなたは明日私を助けますかっていうような意味じゃないですか、未来だって思っちゃうと。でもそういうわけじゃなくて、助けてくれませんかっていう意味にもなるので、なのであれですね、例えばこれもそうですね、例えば Will you kiss him っていうのも、あなたは彼にキスする予定ですか、するつもりですかっていう意味も取れるんだけど、こっちだとキスしてくれませんかみたいな意味にもなるので、結構 Will の疑問文ってちょっと難しいかも、そんな感じですかね。はい、なのでまあ
ウィルにしてもビーゴイングトゥーにしても未来形どちらでも使えるので、まあ、こういうフレーズはフレーズでまたね覚えとけばいいかなと思います。はい、そんな感じで未来形は、まあ、簡単に言うとビーゴイングトゥーとウィルということで、ウィルは意思のこう、ニュアンスがあるよっていうことだけ覚えとけばとりあえず今日は大丈夫です。はい、じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。まあ、文法はねこれで過去現在未来をね制覇したらもうほぼほぼもう三本柱をね制覇したようなもんですから、ぜひぜひ皆さん頑張ってください。そしてこれからもついてきてください。チャンネル登録お願いします。